こんにちは、まめこです。今回は無印良品で購入した商品をご紹介します。人気なのも納得の美味しくて使いやすいものばかりだったので、ぜひ最後までご覧ください。お野菜が足りない時の救世主、食べるスープです。こちら無印良品の食品の中でも隠れた人気商品で、フリーズドライでお湯を注ぐだけで完成するスープなんですが、具沢山でとても満足度が高いです。とても種類が豊富な商品でどれを買うか迷ってしまうんですが、今回は中でも人気の4種類を買ってみました。どれも4食入りで390円です。1つ目は北海道産玉ねぎのオニオンスープ。玉ねぎをじっくり炒めてるってことで甘さがすごく感じられて美味しかったです。このスープにパンを浸してチーズをのせてオーブントースターで焼くと即席のオニオングラタンスープになって、朝食にもおすすめです。2つ目は豚汁。人気ということで買ってみたんですが、他の食べるスープに比べると具材がちょっと少なめに感じました。手軽に食べれていいんですが、後ほど紹介する乾燥野菜を使った豚汁の方がおすすめかなと思います。そして食べるスープの中でも人気上位に入っている2種類が本当にすごくて、冒頭でもご紹介したこちらの揚げなすと豚肉の生姜スープ、それからオクラ入りネバネバ野菜のスープの2つが、食べるスープっていう商品名がぴったりで満足度がすごく高いなと思いました。どちらも生姜が入っていてとても香りがいいのと、さっぱりとした味わいで食べやすいんですけど、人気の理由はこのお野菜がたっぷり入っているからなんだろうなって思います。パスタや丼物だけだとなんだかこう栄養バランスが気になるなって時も、このスープをプラスするだけで全然違います。次は使いやすさが抜群な調味料です。実はこういった調味料があることを知らなくて、先日テレビで紹介されているのをきっかけに購入してみたんですけど、どれも野菜との相性がいいっていうことで、まずは野菜スティックで食べてみました。練り梅と塩麹はマヨネーズをプラスしています。まずは練り梅です。練り梅は酸っぱいというよりもしょっぱいタイプの梅で、少量でも味がしっかりしています。そのまま野菜をつけるよりもマヨネーズを合わせてまろやかさをプラスするのがおすすめですね。大根、きゅうり、人参で食べ比べましたが、きゅうりとの相性が抜群です。原材料がとてもシンプルで、余計なものが入っていない梅本来の味が楽しめます。千切りして塩もみしたきゅうりと大根にカニカマを入れて、練り梅、ごま油で大雑把に味付けするだけで簡単に美味しい和え物ができました。この練り梅を使って作った簡単パスタも美味しかったです。茹でたパスタにツナを汁ごと入れて、めんつゆと練り梅で味をつけるだけ、さっぱりとした和風パスタが出来上がります。次は国産米で作った塩麹。今回野菜スティックで食べましたが、塩麹とマヨネーズで作ったこのディップがダントツ1位で美味しかったです。特に大根との相性が良くて、ものすごい量を食べてしまいました。無印の塩麹は 120g と少なめなんですけど、それが使いやすくていいなと思います。そんなに頻繁に塩麹は使わないけど、たまに使いたい時があるっていう人でも使い切りやすい量ですよね。トマトとの相性がいいので、一口大に切ったトマトに塩麹をかけて大葉を散らすだけで一品出来上がります。それから塩麹で味付けした唐揚げはお肉がびっくりするほど柔らかくてジューシーに仕上がりました。下味をつけて20分ほど置いたら、いつもと同じように卵を絡めて小麦粉と片栗粉をまぶしたら揚げるだけ。ただ塩麹を使うと焦げやすいので、ちょっと揚げるのが難しいんですが、本当にお肉がプリプリで大好評でした。柚子入り博多地鶏の肉味噌はどの野菜との相性も抜群だったんですが、人参の甘みが引き立って美味しいなと感じました。柚子の香りが爽やかなので大根にも合いますね。焼
きおにぎりに使っても美味しいんですけど、揚げなすやふろふき大根との相性がとてもいいので、こんな風に冷凍の揚げなすをレンジでチンして、これをかけるだけで副菜が一品完成してしまいます。この簡単さがいいですよね。ディップソースバジルは本当にバジルのいい香りで、かなり気に入りました。これはどの野菜とも合うんですけど、野菜をつけるだけじゃなくて、瓶の説明にも書いてあるんですが、白身魚や蒸し鶏といった淡白な味のメイン料理に合わせるとものすごく美味しいです。今回白身魚をソテーして、そのソースとして使ってみたんですが、めちゃくちゃ美味しかったです。これはぜひ試してみてほしい食べ方ですね。次は忙しい時に助かる常備しておきたい乾燥野菜です。これもテレビの特集を見て使ってみたいと思っていた商品なんですが、こんなにいろいろ種類があるって知らなくて、今回は4種類購入してみました。ほうれん草は戻しておひたしにしても味噌汁の具材にしてもいいので、もう使いやすいですよね。冷凍野菜も便利なんですけど、乾燥野菜のいいところは常温で保存しておけるところと、かさが減ってるので保管場所も取らないこと、それから旨味も栄養も凝縮されているところにあります。使う分だけお湯で戻すことができますし、味噌汁やスープならそのまま入れて調理できるので、とっても便利でした。根菜ミックスは豚汁やけんちん汁が簡単に作れそうだなと思って購入してみました。これだけの種類の野菜を切って茹でる手間が省けるっていうのが、忙しい時にすごく助かりますね。今回は豚汁にしたんですけど、野菜の旨味も野菜の食感もしっかりあって美味しかったです。本当に時間をかけずに作れるのが助かりました。それからこちらのきのこミックス、子供がキノコ嫌いなのであまりキノコを買わないんですけど、私はキノコ食べたいんですよね。なのでこういった乾燥野菜なら、一人分を食べたい時に食べる分だけ調理するのにちょうどいいかなと思って買ってみました。それだけじゃなくて、この乾燥されたキノコを細かく砕いてお肉に混ぜ込むと子供が食べてくれるっていうのをテレビで見て、ちょっとそれを今回試してみようと思います。作るのはピーマンの肉詰め。何回かキノコを細かくみじん切りしてハンバーグに入れるっていうことを試してみたことがあるんですけど、絶対に息子にバレちゃうんですよね。でも見てください、この細かさならバレなそうじゃないですか。まあそこまでして食べさせる必要があるのかってところなんですが、少しずつでもこの味に慣れてくれたらなっていう希望のもと、いろいろ工夫しています。焼く前はほのかにキノコの香りがしてたんですけど、焼いているともう全然匂いがなくて、キノコが入っているってわからないですね。食べてみた感想ですが、いつものピーマンの肉詰めと変わらない味で、キノコの存在感はどこにもなかったです。息子もキノコに気づくことなく食べてくれました。キノコを細かくして混ぜ込むっていう作戦は大成功だったので、今度ハンバーグを作る時にもやってみたいと思います。次は無印良品といえばこれという定番のレトルト食品です。こちらは炊き込みご飯の素かしわ飯、混ぜるだけで本格的な味に仕上がるということで人気の商品なんですが、無印良品の食品は化学調味料や香料が使われていないものが多いところが魅力ですよね。お米2合分を研いだら、だしを入れて2合の目盛りまで水を足します。その上から具材を入れて平らにしたら、あとはいつも通り炊飯器で炊くだけ。甘辛い味付けで美味しいかしわ飯があっという間に完成です。それからこちらも人気すぎて定番も定番の無印のカレー、中でもバターチキンカレーが好きすぎて箱買いしてしまいました。開ける場所を間違っちゃったみたいなんですが、こんな風に箱ごとパウチを立てて保管しておける作りになっているのが嬉しいです。
それから小さめカレーっていうものもあって気になったので買ってみました。こちらは通常の半分の量なので軽めに食べたい時やあまり量を食べないっていう人におすすめですね。先日の業務スーパー購入品で紹介したパラタを1枚食べるのにぴったりの量でした。それから子供と食べるのに良さそうだなと思って購入したのがこちら。素材を生かした辛くない国産玉ねぎと豚肉のカレー。唐辛子を使わずに甘みを生かした味っていうことで、辛くないのに美味しいのかなってあまり期待はしてなかったんですけど、大きな豚肉がコロッと入っていてすごく満足度が高いですし、辛くないのにちゃんとスパイスの味もして美味しかったです。辛いのが好きな人は買わないとは思うんですけど、本当に辛いのが苦手な人や小さなお子さんにおすすめのカレーだなと思いました。ということで今回は無印良品で購入した食品をご紹介したんですが、去年から在宅でできるお仕事を始めたので夕飯を作るのが大変な時もあったりして、今回紹介したようなこうお手軽に野菜をプラスできる食品はかなりありがたいです。忙しいと作り慣れたものばかりになりがちなので、調味料で変化を持たせるのもいいなって感じました。これから暑い季節がやってくるので、こういったものを活用しながらなるべくこうキッチンに立つ時間を減らしたいですね。皆さんも適度に手を抜きつつ暑い時期を乗り切っていきましょう。では今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよという方はグッドボタン、それからチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。